こんにちは、超集中空間プロデューサーの北慎吾です。今日は桐生第一高校の英語についてお話をしてみようと思います。今日お話しするのは特待入試推薦入試の英語についてです。桐生一の英語はかなり特徴的ですね。他の学校とは随分違うと思います。まず出題内容を見ていこうと思うんですが、2019年度1番は、強調するところはどこですかという問題ですね。文が2つあって、その1つ目が質問になっていて、2つ目が、その答えになってるんですけども、そこで強く読むところはどこですかという問題ですね、はい。で、2番はイラストがあって、イラストの説明をしているのはどれですかという問題になります。で、3番は長文です。で、4番も長文です。5番も長文です。6番も長文でした。はい、長文4つありました。はい、2018年ですが、2018年は、1番は、強く発音するところはどこですかという問題で、2番はイラストの説明、3番長文、4番も長文、5番が対話文、6番が長文でした。2017年は、1番は強く発音するところはどこですかという問題、2番はイラストの説明、3番長文、4番長文、5番対話文、6番長文ということで、はい、1番2番は決まりですね。1番は強く発音する問題、ところはどこですかという問題で、2番はイラストの説明をしているものを選ぶという問題ですね。で、3番から6番が長文または対話文というふうになっています。はい、ですので、覚悟してかかっていかなければいけないというふうには言えると思います。はい、で、その3番から6番の、長文に関してなんですけれども、はい、結構長いんですよ。ちなみに2019年の長文は、3番は28行、4番25行、5番が42行、6番に至っては70行もありました。はい、この70行は今まで見た中でも相当長い。5番の長文の42行も相当長いということで、去年はものすごい長いと。で、それまではだいたい40行ぐらいまで、25行ぐらいから40行ぐらいの間という感じだったんですけども、はい、去年はちょっと長いなという感じでしたね。で、内容なんですけれども、3番のまず長文に関してなんですけども、これグラフの読み取りなんですね。グラフがあって、それの説明をしているというふうになるので、英文がある程度読めて、で、グラフが読めるとちょっと点取りやすいかなっていうところはあると思います。で、4番の長文はこれは穴埋めなんです。なので単語の穴埋めなので、文の穴埋めではないので、ここはサクサクいきたいところになりますね。で、4番の長文もしくは対話文、それから6番の長文はこれはどちらも読解というふうになるので、読んでその内容を答えていくという問題になりますので、ここがいわゆる普通よく言う長文読解というやつになりますね。はい、ですので、いずれにしよう長いんです。はい、ですので過去問をやるというのは必須になりますよ。過去問をやって取りやすい問題を事前に探しておかないとちょっと難しいですよ。はい、で、探しておいて、で、テストの当日始まったら、そのタイプの問題どこに出てんだろう、順番通りかな、そうじゃないのかなっていうのをちゃんと確認して、なんていうんですかね、取りやすい問題から始めていくのがいいんです。はい、ですので、例えば3番4番で見た時に、4番の穴埋めの方がやりやすいなって思うんだったら、1番2番終わった後の長文は4番から始めるべきなんです。はい、3番から順番にやらなきゃいけないというルールはありませんので、ちゃんと事前に計画を作っておかないと、この量をやりきっていくっていうのは相当大変だと思っていただいた方がいいと思います。
はい、それから、1番と2番の問題に関してなんですけれども、ここの部分で、まあ、18点ぐらいあるんじゃないかと思います。はい、ですので、ここはもう1問も落とせないぐらいのつもりでやらないといけない。はい、文の強調のものに関してはそんなに難しくない。ルールさえ分かればそんなに難しくはないですね。で、イラストの説明も明らかに分かるような感じで設問は作られていますので、全てそうなんですけれども、単語とか文法自体はあまり難しくないです。難しくないので、長く読まなきゃいけないところはどうしても時間がかかったりとか難しく感じてしまったりするかもしれないですけれども、そうでないところ、1番2番に関してはもう絶対に取るんだということで、準備はしていただきたいなというふうに思います。はい、では今日は桐生第一高校の英語についてお話をいたしました。ありがとうございました。